これから検討されるということですね。まあ、行政書士ですね。行政書士。そして株主から、はい、株主から訴訟を起こされる恐れもあるということなんですが、もうすでにですね、アメリカの法律事務所が、はい、損害賠償を求めて提訴したという話